旅行の達人。旅行の達人が運営する LINE アットに登録するとお得に賢くリッチに旅行するための無料情報を配信しています。毎年家族と一緒にハワイ旅行も夢じゃない。登録は無料。今すぐ概要欄から詳細をご覧ください。こんにちは、旅行の達人のリクです。今回は島根一人旅おすすめ観光スポット6選をご紹介します。島根県は中国地方でも日本海側に位置する県です。どちらかというとマイナーなイメージの島根県ですが、様々なパワースポットや特徴のあるミュージアムなど、一人旅だからこそじっくりと楽しめるスポットがたくさんあるんです。今回はそんな島根県にある一人旅におすすめのスポットのご案内です。ただ未だに残るコロナウイルス感染症の関係で各地のスポットに影響が出ている可能性もあります。お出かけの前に一度状況を確認することをお勧めします。この動画で紹介されていないおすすめがありましたら、ぜひコメント欄でシェアしてくださいね。出雲大社。出雲大社は島根を訪れるなら絶対に外すことのできない観光スポットです。縁結びで有名ですが、その他にも様々な縁を持たせてくれることでも知られています。周辺には温泉地が数多く点在していますので、参拝した後はのんびりと温泉を楽しむのも良いですね。古事記日本書紀によると、出雲大社は大国主の狼が国譲りの際に作られた壮大な宮殿が始まりだそうです。古来より朝廷や武家をはじめとして多くの人々から崇敬を集めてきたそうです。すでに8世紀には大きな社が建っていた出雲大社。社殿によると、出雲大社本殿の高さは最古は約96メートルもあり、その後に約48メートルになったとされています。現在は約24メートルですが、当時の大きな本殿を支えていた3本1組となった杉の大木の柱の遺構も近年に発見され、当時の壮大な出雲大社が偲ばれます。仁摩サンドミュージアム。仁摩サンドミュージアムは島根県大田市にある砂の博物館で、世界最大の砂時計があることでも有名です。館内ではガラス工房体験をしたり、チェコボヘミアガラスの展示などが見学できます。砂時計が購入できるスペースもあって、お土産にもグッドですよ。1991年にオープンした仁摩サンドミュージアムには、砂のオブジェや世界の砂が常設展示され、砂絵作りも楽しめます。建設は当地出身の建築家高松紳士の設計によるもので、総ガラス張り大小6基のピラミッドからなっています。これはエジプトクフ王のピラミッドの墓室にあった砂と、地元の琴ヶ浜の砂が同じ亡き砂であったことにヒントを得たそうです。一番大きなピラミッドの中央に置かれているのが、世界最大の1年計砂時計です。砂暦と呼ばれる砂時計で、高さ 5.2 メートル、直径1メートルのガラス容器には約1トンの砂が入っています。一人旅は時間の制約を受けないのが利点。絶えず流れ落ちる砂を眺めて物思いにふけってみるのもいいのではないでしょうか。足立美術館。足立美術館は日本庭園ランキングで15年連続1位という見どころ満載の美術館です。一人でじっくりと日本庭園を堪能し、1500点もの貴重な近代日本画を鑑賞するには最高のスポット。館内で素晴らしい作品を満喫した後は、美しい庭園の散策を楽しんでください。昭和45年に開館した足立美術館は、地元安来市出身の実業家足立善光氏によって作られた美術館です。日本画の巨匠横山大観をはじめとして、竹内栖鳳、河合玉堂、富岡鉄斎、榊原紫峰、植村松園などのそうそうたる近代日本画が揃っています。さらには芸術家料理人としても有名な北大路魯山人の陶芸作品から、林芳雄、武井武雄らの動画などの現代日本画までが展示されている、非常に貴重な美術館なんですよ。そして約5万坪の素晴らしい日本庭園が堪能できる美術館でもあるんです。島根県立美術館。一人旅には美術館がよく似合うということで、もう一つのおすすめが島根県立美術館です。
島根県松江市にある水との調和がテーマとなった美術館。ガラス張りの建物からは宍道湖の絶景も見られます。特に夕日が見られる閉館間際が素敵ですよ。日本の夕日百選にも指定されている宍道湖のほとりにあって山陰最大規模を誇る美術館でもあります。常設展示としては絵画、彫刻、工芸、写真など各分野における優れた作品が収集されているそうです。特に水がテーマの絵画が数多く展示されているのが特徴ですね。夕日の見える美術館としても有名なスポットで、そのためにロビーの西側が全面ガラス張りで建築されているんです。さらには夕日鑑賞のために一般の無料開放もされていて、湖畔側のスペースにはたくさんのオブジェも置かれています。 SNS 用の写真撮影にも絶好のロケーションですね。稲佐の浜。稲佐の浜は日本の渚百選にも選ばれた島根県出雲市にある観光名所です。この浜は縁結びのパワースポットとしても有名なんですよ。一人旅には神社や美術館も定番ですが、やっぱり海岸もよく似合いますね。ここは国譲り神話や国引き神話にゆかりのあるパワースポットなんですよ。国譲り神話においては大国主の神が高間ヶ原から派遣された竹三日月の神と国譲りの交渉をしたという場所なんです。そして出雲の国風土記では南へ向かって美しい弧を描く稲佐の浜を国引き神話の綱に見立てています。またこの浜は旧暦10月10日に全国の八百万の神々をお迎えする神迎え神事の浜でもあるんですよ。稲佐の浜には弁天島という小さな島があり、岩の上には豊玉姫の御事を祀る小さな祠があります。そしてこの弁天島をシルエットにして夕日が沈む光景はまさに絶景です。美保の関灯台。美保の関灯台は島根半島の地蔵崎の先端にある山陰最古の石造り灯台です。明治31年1898年完成で、日本の灯台50選にも指定されている貴重な観光名所なんですよ。日本海が一望できるスポットで、天気の良い日には沖ノ島も見られます。一人に浸るには最高のスポットですね。隣接してある石造りのエキゾチックな建物が食事も楽しめる美保の関灯台ビュッフェ。絶景を見ながらランチや早めのディナーが楽しめます。無人灯台となる以前は灯台職員の感謝として使われていたそうです。そして7月から8月の週末には期間限定で日本海のイサリビを眺めながらドリンクやお食事ができるイサリビカフェがオープンします。半島の突端にある灯台は行って景色を楽しんで帰ってくるだけのスポットも少なくないのですが、このようなビュッフェがあると助かりますよね。そして灯台付近は絶好の釣り場でもあるんです。岩場には磯釣りを楽しむ釣り人の姿が数多く見られます。今回は島根県にある一人旅におすすめしたいスポットをご紹介しました。いかがだったでしょうか。島根県の一人旅、時間に追われずにパワースポットでじっくりと体を浄化したり、ゆっくりと美術館で素敵な作品に浸ったり、ぼーっと大自然の絶景に浸ったりと、日頃のストレスを思いっきり発散させましょう。パワースポットや縁結びの神社も多いので縁起がいい旅になりそうですね。旅行の達人が運営する LINE アットに登録するとお得に賢くリッチに旅行するための無料情報を配信しています。毎年家族と一緒にハワイ旅行も夢じゃない。登録は無料。今すぐ概要欄から詳細をご覧ください。最後までご視聴いただきありがとうございます。よかったらいいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。